疲れ様。仕事終わったの？お疲れ様。視力良くなりましたか？言ってますけど。今日は来てくれてありがとう。いやなんか雨降ると思ってなんか心配してたけど、ちょっと晴れてよかったね。俺雨男なんです。晴れ女。助かりました。ね。なんか今日は中華街来たことある？俺も初めてなの。一緒に楽しめたらいいなと思って。お腹空いたし、ご飯でも行く。じゃあ、早速行きますか。あ、中華街来たよ。お疲れ様だ。小籠包ね。待たせ。これね、海鮮小籠包と、これね、豚肉のやつだよ。食べる。熱いと思うんで、俺から食べるわ。ビビビビビーン。ビン見たわ、これ。はい、じゃあこれ。食べる、食べる。うわ、小籠包めっちゃ美味しかったな。ちょっとさ、俺買い物してきたいものがあるからさ、ここのお店なんだけど、なんて読むの？なんとかなんとか行くって書いてあるんで、ちょっとここで買ってくるから、ちょっと待っててもらっていい？はい、買ってきました。何買ったと思う？ちょっとめちゃくちゃずっと欲しかったんだよね、これ。どうしても今日買おうと思ってこれ買ってきました。じゃん。ジェイシーチキンに恋ダンス。もうこれをやるためにね、これ買ってきたんだよね。どう似合ってる？めっちゃ似合ってるでしょ。これね、落ちちゃうんだけどね、あんまりフィットしてないんだよね、これ。かぶってみる？はい、どうぞ。完璧です。お待たせ。杏仁ソフト買ってきたよ。めっちゃいいよ。ビームビームビーム食べる。はい、どうぞ。あ、めっちゃ美味しいわ、杏仁ソフト。え、美味しいよね。なんかさ、ソフトクリームっていうか、ソフトクリームだね。杏仁豆腐みたいな感じだなと思ったんだけど、ソフトクリームだったね。うまい。ソフトクリーム、え、めっちゃこぼれてる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 。急いで食べよう。いや、今日晴れてるからね、取れちゃうわ。めっちゃ美味しい。ビミ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 、うまままま。いえ、あ、そうなんだ。あ、危ないね。じゃあ時間そろそろ、じゃあもうちょっとしたら帰ろうか。じゃあ、あと最後にちょっと行きたいところは、そこだけ行って今日は帰ろうか。座りなよ。ちょっと危ないから、汚れてるから。これ座ってんの。めっちゃ楽しかった。よかった。俺もめっちゃ楽しかったよ。一緒に中華街来れてよかった。杏仁豆腐のソフトクリーム美味しかったよね、また食べたいよ。小籠包やばくない？マジであれめちゃくちゃ熱い。やけどしたもん俺。やけどした。マジ気をつけよう。冷やして帰ろう。あー、そうだ、最後に聞くと、今日はね、一応聞きたいことあったんだけどさ、多分俺の気持ちってのはさ、もう分かってると思うけどさ、また
緒にこういうとこ出かけられたらいいなって思う。また行こうね。そろそろあれだよね、考えてますね。じゃあ駅まで送ってくよ俺。じゃあさようならの鐘が鳴りましたね。タイミングばっちり。じゃあ、何やこれ。なんかアナウンスだったね。なんかさ、最後にさよならの音楽が欲しいなと思って今日練習してきたんだ。ちょっと最後にこれ聞いて帰って。ちょっとあれうるさいな、ちょっとめちゃくちゃ邪魔されてるんだけど、今日のためにめっちゃ練習したのに、マジでこんなタイミングでアナウンス流れると思わなかったわ。ピエン、ちょっと待ってね。え、ま、時間大丈夫、時間大丈夫だよ。ちょっと待って、マジで待って、本当にアナウンス終わったらすぐやるから。ほんと長いよアナウンス、マジでふざけてんなもん。いやほんまに、あのこんなはずじゃなかったのよ、アナウンスなるはずじゃなかったのよ。もうシーンとした空気で俺やるつもりだったんだけど、まさかこんなアナウンス流れると思わなかったから、勘弁してよ。早く終わんないかな。ちょっと待ってな。あ、終わりました。